Hôm nay là thứ ngày 31 tháng tám. Hôm nay trời rất tiếp nhiệt độ cũng rất cao, cao nhất là 35 độ. Thật cả khổ đấy. Bây giờ khó gió nên hơi mát mẻ, dễ chịu, khó đây dễ chịu, bằng con dễ chịu. Bây giờ mình sẽ học quyển sách này. Quyển sách này là tên là Zero から Start Việt Nam Go, Văn Bố Hèn. Mà, tôi đã có thể ずっと勉強し始めもね、この本買ってきて勉強一人でずっとやってたんで、非常に馴染みがあるし、大体ね、もう何回も加工やってるんで、どこに何書いたら買ったりとか分かってるんで。でもあんまりこの本って話題にならないよね。ベトナム語学習界隈っていうのかな、ネット上でもね、いろいろそういう YouTube とか、なんか Twitter とかね、そういったところでベトナム語勉強してる人の集まりの中でもあんまり話題にならないね。この五味先生のもう一個っていうか、初級編とかね、去年出た中級編とか、あれがもうバイブルのように扱われてるけど、これも割と悪くないね。これも五味さんの監修になってるけど、まあ著者はね、鷲津さんと寺戸ホアさんって方。で、一通りとか二通りも3回ぐらいもね、こうやってるんだけど、通してやってるんだとね、基本的なところはまだね、弱いところがあって、どこかっていうと、この時制を含めた疑問形とかね、ダーッと、チュアゾーイとか、バイゾー、バオゾーが出てくるとか、その辺の組み合わせがね、まだこう体得できてないんだよね。だからちょっとそこを復習どころか、ちゃんと身につけようと思って、ここはね、ユニット中にこれを、まあ、シャドーイングしながら、意味を加味しながらね、自分でも発音しながら、ちょっと一通りこのユニットをやってみようと思う。今聞きながらやってみよう。タインさんにもう会いましたか？チーダーガプアインタインチュアゾエドイダーガプアインタインゾエチュアドイチュアガプアインタインバーゾードイモイガプアインタインオーハノイアインアインサプサンニャッパン単語チュアゾエモイサプサン公式33アインアイン電コンティアインアインダー電コンティゾエアインアインチュア電コンティアインアイン打電コンティチュアゾエアインアイン打電コンティゾエチュアアインアインチュア電コンティバンダアンコンチュアゾエドイアンコンゾエチュアドイチュアアンコンホワアインダオノノホワインホワアインダオサプノホワアインダオサプノゾイホワアインダオサプノチュアゾイホワアインダオサプノゾイチュアホワアインダオチュアノノアインアインサプウェイノクチュアゾイアインアインサプウェイノクゾイチュアアインアインチュアウェイノク公式34チダガプアインタインチュアチダガプアインタインバーゾーチュアゾイドイダガプアインタインゾイチュアドイチュアガプアインタインバーゾーアインダアンバインセオ
bao giờ chưa? Rồi, tôi đã ăn bánh xèo rồi. Chưa, tôi chưa ăn bánh xèo bao giờ. Câu số 35. Vợ chồng mới cưới. Tôi mới học tiếng Việt. Tôi vừa về đến nhà thì trận động rất lớn xảy ra. Anh đã đến công ty chưa? Anh vừa đến công ty. Anh mới đến công ty. Anh vừa mới đến công ty. Chị đã uống thuốc chưa? Rồi, tôi đã uống thuốc rồi. Chưa, tôi chưa uống thuốc. Chưa, tôi chưa uống thuốc bao giờ. Tôi vừa mới uống thuốc. Ừ. Nào, これね、Unit 12を一通りこの録音を聞きながらね、シャドウイングしたんだけど、まあね、一個一個の例文自体は難しいもんではないんだけど、ちゃんとこれがね、自分の言葉として別のパターンで言えるかどうか問題だよね。ちょっともう一回通してみてみようね。ポイントは、まあ、未来完了、未完了と近接未来。だぞい、ね。だぞい、もう到着した。アインアイン、だ、デンコンティゾイ。もう会社に到着しました。アインアイン、だ、デンコンティゾイ。だ、ゾ、だ、だ。これも、あのね、発音の問題とね、この文法的な問題を同時にやるとまた発音の方に気を取られてしまって、今ちょっと発音は置いとこう。気をつけながらもね、そこを追求するのはやめよう。アインダー、デンコンティーゾイ、ダー、ゾイね。もう到着、もう何々した。まあこれは問題ないよね。チュア、で、その時の、あまあ否定形だよね。チュア、アイン、アイン、チュア、デンコンティー。まあ当たり前の構文なんだけどね、なんか自分でこれ言えてないような気がするな。チュアをね、うまく。チュア、デンコンティ。まだ到着していません。これはまあ過去完了、未完了、あの、今までずっとしていたんじゃないのはバオゾーだからね。これはまあ単純に、今現在はまだ到着しないっていうね。だから、didn't だよね、英語で言うね。have not じゃなくてね、過去完了じゃなくて。だから、true browser で、まあ、have not、have not だよね、過去完了の否定形。I'm true then continue まだ到着していません。で、疑問形ね、I'm da then continue true da。電コンティーチュア、もう到着しましたか？だ、電コンティーチュア。ゾイ、これはそうだね。言えてないね、このゾイって言い方ね。まあ、こういうふうに聞かれるってこと自体がないから言わないってのもあるよね、確かにな。ゾイ、アイアイ、だ、電コンティーゾイ。ゾイ、ゾイ、アイアイ、だ、電コンティーゾイ。だ、電コンティーゾイ。もう到着しました。それに対して否定はね、チュア、アイアイ、チュアデンコンティ、アイアイ、チュアデンコンティ。まあ、難しくはないよね。だ、チュア、ゾエ、チュアね。それぞれ、平常文と疑問形と、それに対する回答。が、まあ、シンプルっちゃシンプルだよね。そんな難しくはない。でも自分がとっさの時に言えるかっていうと、なかなかこのね、チュアーとダーチュアーとかその辺は言えてないよね。バッダーアンコムチュアー。もうご飯食べましたか？ゾイ。トイアンコムゾイ。チュアー。トイチュアーアンコム。トイチュアーアンコム。
さ、うん、これはまだね、いいよね、もうすぐ何年する。さ、さ、ムアゾイとかね、雨が降りそうだ、もうすぐ降りますとかね。さ、ノー、これは咲くの、咲くっていう動詞だね。ノー、ノーね。アインフォアダオ、さ、ノー、桜がもうすぐ咲きますと。ホア、アイン、ホア、あ、ホア、アインダオ、ホア、アインダオ、さ、ノー、ゾイ。うん、これも意味として日本語で訳せばもうすぐ咲きます、桜がもうすぐ咲きますなんだけど、さぞいぞいはなくてもいいんだけど、うん、どういう違いなのかちょっと詳しい解説はここにはないけどね、大体まあさぞいでこうしてその組み合わせで使ってるな僕はね。サップ、チュア、もうすぐ咲きますか、疑問形の場合ね、サップ、ノー、チュア、ホア、アインダオ、サップ、ノー、チュア、ホア、アインダオ、サップ、ノー、チュア、ノー、チュア、サップ、ノー、チュア、ホア、アインダオ、サップ、ノー、チュア、もうすぐ咲きますか、ゾイ、はい、ホア、アインダオ、サップ、ノー、ゾイ、サップ、ノー、ゾイ、もうすぐ咲きます、チュア、ホア、アインダオ、チュア、ノー、チュア、ノー、チュアノー、チュアホワインダー、チュアノーノーね、まだ咲きません。アイアインサッベヌク、チュアもうすぐ帰国しますか、彼らは、彼はゾイ、アイアインサッベヌク、ゾイ、チュア、アイアインチュアベヌク、まだ帰国しません、帰国します。でこのね、過去完了形的なバオゾーね、バオゾーを入れると何々、あの疑問形の場合だと何々したことありますか、うん、チッダーがアインタインチュアあったことありますか、ありましたか、ね、これは普通の疑問だけど、チッダーがアインタインバオゾーチュア、バオゾーチュア、バオゾーチュア、あったことがありますか、今までね、ゾイドイダーガプアインタインゾイ、ゾイドイダーガプアインタインゾイ、あったことあります、ありま、ありました、うん、あったことあります、チュアドイチュアガプアインタインバウゾー、今まであったことありませんね、アインダー、アインダー、アンバインセオ、バウゾー、チュア、今まで食べたことありますか、バインセオ食べたことありますか、ゾイ、はい、食べたことあります。ドイダー、アンバインセオ、ゾ、バインセオ、ゾイ。否定形は、チュア、ドイチュア、アンバインセオ、バウゾー、バウゾーね。うん。これがね、あんまりまだ自然に出てこないんだよね。分かってる、分かってるんだけどね。チュア、ドイチュア、ガプ、アインタイン、バウゾー。うん。まあ、疑問形の場合は、チッダー、ガプ、アインタイン、バウゾー、チュア、バウゾー、バウゾー、チュア、バウゾー、チュア。うん。チッダー、アン、バインセオ、バウゾー、チュア、バインセオ食べたことありますか、今まで、ね、はい、あとはこれか、近接過去を示す副詞ね、ブア、モイ、ブア、モイ、ボ、ジョン、モイ、ゴイ、夫婦、結婚したばかりの夫婦ね、モイ、ゴイ、ボ、ボ、ジョン、モイ、ゴイ、モイ、ゴイ、モイ、ゴイ、ドイ、モイ、ホク、ティエンベット、ドイ、モイ、ホク、ティエンベット、まだ、勉強 し始めたわけです、ベタン語をね、うん、まあ今のね、僕についてはもうこのモイはちょっと使えないかな、さすがにね、1年以上、1年半ぐらいはね、やっちゃってるから。
謙遜してね、使いたくなるけど、ちょっと現実的じゃないよね。もう言えばね。ドイブアベーデンニャ。あ、この例文はね、一番最初やった時はこれ、意味が分からずに、つながりがよく分からなかったけど、今は分かるけどね、このドイブアベーデンニャティ、ジェンドンザッロンサイザーサイザードイブアベーデンニャドイブアベーデンニャドイブアベーデンニャ家に着いたティーエーねブアベーデンニャ家に着いたばかりでティーエーそしたらジャンドンダッドンダッロンドンダッロンサイザーこのジェンジェンジャンジャンあ発音がねジャンジャンジャンドンダッロンジャンドンダッロンジャンジャンは類別じゃね地震とかそういう自然の出来事に関する自然災害とかそういうことねドンザッドンダッドンダッロンドンダッロン大地震ねドンドンが地震ドンダッあドンダッが地震ねドンダッドンダッロンドンダッロン大きな地震ドンダッロンドンダッロンジェンドンダッロンサイザーサイザーはこう自動詞でねが起こった発生したまあ良くないことがねに関する対する動詞だよねこれはね発生した起こったねもドイブアベーデンニャティジャンジャンジャンドンダッドンダッジャンドンダッロンジャンジャンドンダッロンサイザーサイザー発音は今そうだけど、アインアインダーデンコンティチュアアインアインブアデンコンティアインアインモイデンコンティアインアインブアモイデンコンティブアモイと入れると、まあ、たった今っていうね強調したい感じになるね。ブアデン、モイデン両方意味は同じだけどね。ブアモイデンコンティ、ブアモイで繰り返し両方をつなげるともっと強調したたった今したばかりって、ね、チッダウォントクチュアゾエトイダウォントクゾエチュアトイチュアウォントチュアドイツはウォントバウゾー今まで飲んだことありませんドイブはモイウォントたった今飲んだところブはモイブはモイウォントというところでねユニット12、ちょっとこう意識してこうね明日の朝また意識しようこの時制のところねはい終了決定ぞい